はい、皆さんこんにちは、レクセン2講師の川原です。本日はですね、2023年度、不動産鑑定試験ですね、論文式試験ですね、最終合格されました、若松美穂さんをお招きしまして、私との対談という形でですね、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、わざわざ遠方から来ていただいて、ありがとうございます。まずは合格本当におめでとうございます。ありがとうございます。発表ってどうやって確認したんですか？リモートワークを家からしておりますので、はい、自宅で確認をいたします。仕事中じゃないですか、それは。仕事中にならない。たまたま10時、はい、開示の10時が会議中でしたので、はい、昼休みに入ってからチェックして、はい、あ、そうですか。じゃあ、はい、10時まで、見ずにこう昼休みで待ったんですね。はい、ドキドキの街だと思うんですけどね。ドキドキでした。番号をパッてこうネットですぐに見つけられましたか？それがちょっと見つけるのに苦労しまして。ちょっと不規則なんですよね、はい、番が、はい、なんですけど、なんとか見つけることができたので。そうですか。自分の番号を見つけた時のこう素直な感想でどうでしたか？よかった。そうですよね。それが本当の正直、結構長くて大変ですよね、はい、やっと終わった時よかったなって感じですよ ね。 そうですね。本当におめでとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっといろいろ伺っていきますね、はい、まずは鑑定士、なかなか、ね、一般の人に馴染みが薄い資格なんですけど、なぜこの鑑定士目指すようになったんですかね？そうです。もともとは知らない資格ではあったんですが、はいはい、昔そのお世話になった人がいたんですけど、はいはい、その人がその私、その女性も男性も関わらずですけど、うん、例えば転職とか転居とか、うん、結婚離婚、いろいろ家族の介護とか、いろんなそのライフステージがある中で、一つその手に職をつけてたら、いろんな形で仕事を続けやすい資格として、こんなんあるよっていうので、おすすめされたっていうのが最初のきっかけですね。なるほど。じゃあその紹介してくださった方に感謝感謝的な感じですね。あ、こちらレックとしても感謝なんですが、はい、始めていただくのが大事なことなので、確かに資格って資格を活用することも大事なんですけど、資格を持ってるとおっしゃったようにこう生活が変わったりした時にも、臨機応変に対応できやすいのが資格者だと思うので、そういった意味でも始められたって感じですかね。はい、分かりました。いつ頃から勉強を始められたんでしたっけ？2年前の2021年の10月頃からです、ね。なるほど。じゃあ2021年の10月から始めて、はい、翌年の2022年の5月に担当を受けて受かって、はい、さらにそこから1年2ヶ月後か、2023年と今年の8月分受けて受かったって感じですかね。はいはい、じゃあトータル1年10ヶ月くらい勉強されたって感じですかね。はい、はい、分かりました。じゃあ、いくつか予備校あるんですけど、なぜこうレック選んでいただいたんでしょうかね。いろいろ理由あるんですが、はい、一番きっかけになったのは、なんか全然関係ない、資格とは関係ない、なんかセミナーをレックでやってらっしゃる、はい、法務関係のセミナーを受講したことが、大阪かなんかですか？そうです。仕事の関係で受けたことがあったのか、なんかチラシ見たのか、どっちかなんですけど、それでちゃんとしてる予備校やっていうのと、まずはレックを知っていただいた、ね、レックを知ってたっていう、あと もう他校さんの方はあまり知らなかったっていうの、それも良かったですね。はい、今よう調べたらちょっとお値段も魅力的でしたし、それはね、皆さん言われるところですね。はい、でお試し講義とか無料で、アップされてたのとか見て、はい、みんな誠実そうな先生らやなと思って。それは本当かどうか分からないですけど、本当に。はい、でも見ていただいたって感じですかね。はい、それで決めました。よく確かにこう、レックさんのメリットとか予備校どう選んだらいいんですかって聞かれるんですけど、おっしゃったようにこう無料でよく書く予備校の講義が視聴できるようになってるので、まずはそれ見ていただいて合う方を選んでくださいというのがおすすめとしていつも伝えているのです。じゃあそれ実際見ていただいて、レック選んでいただいたって感じですかね。分かりました。お仕事されながらのこう勉強だったと思うんですけど、そのお仕事のバランスですかね、こう自分なりに工夫って何かありましたかね？結構勉強できる時間が限られてくるので、またしかも細切れになってしまうという問題、仕事その、起きてすぐ仕事始めるまで、あと昼休みの間で終わってからと、こう3つに分割してしまうことにどうしてもなるので、腰据えてやろうっていうのは土日に回して、平日にできる勉強はいろいろこう細分化してできることっていうのを、この当連全部やるとかではなくて、今日は朝にはこの鑑定理論の第一問をやる、昼に会計学一問やる、夜に何かのやつをやるみたいな感じでこう分割して続けられるようにっていうのを心がけました。細切れにこう当てはめられるようなもう勉強を決めといて、それにどんどん入れていったって感じですかね。はい、はい、
かりました。あとどうですかね、なんか結構睡眠時間削っちゃったりする人も多いですけど、その辺はどうですかね。もう睡眠時間は絶対に確保するように、十分な睡眠時間を取ろうというのは、そうやっぱり、ね、質問されるんですけど、睡眠時間削らない方がいいですかね。やっぱり長丁場なんでね、本当に。そうですね、まあ、人によってはその5時間とかで十分っていう方もいらっしゃいます。タイプ的にそうですよね。はい、私はもう睡眠時間が少なくなるともうパフォーマンスが落ちるタイプなので、はい、そうですか、はい、それもありきって7時間ぐらいは絶対寝るように、確保して、だから、まあ、その方が効率がはかどりますもんね。こうなんか、はい、うつらうつらやればいいってわけじゃないんで、こう集中してやるって意味でも、まあ十分な睡眠時間取ったって感じですかね。わかりました。じゃあまずは担当からですね。担当こう勉強するとき、なんかこう工夫とかどういうふうに勉強しましたかね。そうです。担当はもう最初の講義を聞いた後は、うん、足別問題集を繰り返すっていうのを、うん、はい、過去問集ですね。はい、はい、過去問集を繰り返すっていうのをやっていましたね。うん、はい、どれぐらい回しましたかね。3回ぐらいは。結構少ないタイプかもしれないですね。ですかね。うん、ただそれでもかなり時間がない中でだったので、うん、最終的には3回回せたものの、じゃあ集中してやったとかですか、ね、そうですね、直前に集中してやったという感じです、ね、あ、なるほど。もし今回もしかそんなに点数良かったですか。全く良くなかったです全くそうですか。合格点には箸にも棒にもかからないような、まあ、多分1ヶ月前ぐらいですかね、公開もしかして、はい、そこからかなり追い上げてって感じですかね。そうです、まあ、確かに担当って追い込みかけやすいの試験ではあるんですけど、まあ、かなり追い込んでた感じですかね。はい、かなり追い込みましたね。なるほど。一周すら回せてない状態で行政放棄とかは。そうだったんですね、はい、じゃあもう一周は確かにその公開文書受け入れ見りゃ少なかったかもわかんないですね。そうですね、なるほど。もう全く でしたので、はい、もうちょっと暗記とは言え、はい、もうちょっと早くやっておけばよかったなっ。確かに僕もちょっと行政補給は暗記職中ので後ろ見にしていいですよとか言うんですけど、はい、後ろ見すぎた感じですかね。そうですねでもじゃあ多分その最後の1ヶ月で足別問がガンガン回して追い込んでいったって感じですかね。わ、はい、かりました。何点ぐらい取ったこと覚えてますか。もうだいぶ前なんですけど、鑑定理論は2問ぐらいしか落としてないので、うん、すごいで95点ってことですよね。多分、はい、90点を超えてました僕でも普通に取れたら95点なかなか取れないですけどね。ちょっとなんか優しい年だったのかも。確かに最近優しめなんですけど、優しかった年でした、はい、で行政法規も、はい、あの時もなんかすごい分かんない問題、もうやらなくていい、もう諦めてる分野の問題とか、うんうんうん、こう鉛筆投げて決めた結果が当たったり当たったりしてたので、それも実力ですからね、はい、8割は8割はすごい追い込みですね。まあ追い込みと運の力で、いや、まあまあ運はね、こうやっぱりこの土台がなければ運で分かりませんからすごいですね。じゃあかなり、まあ、それはじゃあかなりいい点数で本当に受かってますね。そうそう、全然余裕を持って受かったと思うんですけど、はい、分かりました。じゃあ受かったこの論文なんですけど、まあ、科目が民法経済会計が鑑定なので4科目、はい、なんでこうバランスが難しいと思うんですけど、学習バランスはどういうふうに考えましたかね。もう配点の比率に従おうと考えて、うん、もちろんそれぞれの基礎講義というのは聞く時間はまあ別途あるとしても、うん、残りのその自学の時間としてはもう3対1対1対1鑑定理論、あ、なるほど、はい、まあ、半分ぐらいは鑑定理論に入って残り民法経済学、まあ、均等会計学で残り半分を均等3つで分けるみたいな感じですね、はい、なるほどなるほど、はい、考えてました。なんかその科目の順番というかこちら後ろ目にしちゃったとか前倒しとかその辺のなんかどうですかね。大きな反省点があって、反省点があって、受かっちゃったら反省点じゃないですか、ね、いえいえ、まあまあ鑑定理論は、うん、早い目にその、うん、他の人と、はい、暗記もありますし、はい、みんな仕上げてくる科目でもあるの で、ね、はい、まあ、戦えるようにするために早め早めっていうのを心がけてたんですけど、うん、それ以外の科目は結構まちまちで、うん、民法とかは割と早めに、うん、さらった状態にはなってきていたんですけど、はい、例えば会計学とかはもう苦手意識の塊で、はい、なるほど、ちょっと見て見ぬふりをして後ろ見ちゃったんですね、はいはい、ちょっともう全く手つかずっていうのが総ざらい講座が始まるぐらいまでも、はい、ほとんど何も基礎講義は聞いたけ ど聞きましたっていう状態でしかなかったの で、はい、もうちょっと早くやっといたら後で追い込まずに済んだのになとは思います、はい、まあ、でもよく含み質問されていろんな演習と、まあ、会計学ってどちらか追い込み書きやすいかもですよね、はい、だから、まあ、結果的だと思うんですけど、まあ、追い込みかけやすいのが後ろに行ったんでそれも結果的に良かったかも分かんないです、ね、追い込みかけやすかったかも分かんないですね。わかりました。じゃあ4科目のうちじゃあまずは苦手科目って何でしたかね。会計学で後ろ回ししたんですよね。後ろ回ししたので、まあ、その苦手ならではのじゃあその学習の工夫とか何かありますか、ね、そうですね、
もう割り切って覚えるしかないんだなって、うん、まあ、ある程度抽象的なことも多いですし、まあ、そうですね、その実務に携わっていないのでその会計系のイメージがしづらかったので、うん、まあ、基本的にはその総ざらいがあれすごくまとまってたテキストなので、うん、そうですね、総ざらいとあとそれ以外の統連を、うん、あのきちんと同じ問題が出たらもう一回、うん、あのちゃんと答えられるようにっていうのを心がける、うん、なるほどなるほど、あのいや確かに他の前の合格者の方でもあの総ざらいがよくまとまってるって聞いたんで、はい、確かに会計学ってこの手続き費科目でちょっとやっぱり、うん、まあ、難しいんですよね、はい、イメージなんでこう、はい、確かに皆さん基礎講義は聞いたんだけどなんかいまいち分かってそうで分かってない、はい、で確かにおっしゃる通りこう後回ししちゃってでもやっぱ総ざらいなんとなくあなんか会計学ってこんなかなみたいなイメージ持ってきて、はい、なんとかあとはもう大塚先生って当ててくれるので、当連等々を潰していけばなんとかなるみたいな、そんな感じだったと思いますからね。わかりました。じゃあ逆に得意科目は何ですかね。まあ、ちょっと得意というのは分かられるんですけど、はい、一応鑑定理論が、あ、そうですか、それ良かったです若干言わせた感があるそうですね、そうですか、じゃあまあ一応得意科目っておっしゃっていただいたその鑑定理論なんですけど、はい、まあ、あの、まあ、特に基準の暗記等々を中心に、まあ、どういった点を心がけた暗記とか勉強してましたかね。あ、そうです、あの、まあ、興味を持って勉強できたっていうのが一番多かったので、今からもしかしたらなるかもしれない職業、うん、ことなんであればっていうので、なるほど、専門科目ですからね、もちろんっていうのもありますし、あとはまあちょっと暗記が難しいところについては、うん、ちょっと概念的なところを、うん、あの捉えることができるように、うん、まあ、ちょっと自分で汚い絵ですけど絵とかにまとめて、でそれを覚えるっていうやり方を、はいはい、あ、結構じゃあ理解を意識したって感じですかね。そうです、ね、そのなんかちょっと書いてたらノートをお持ちいただいた感じなんですけど、はい、これがそうですよね、こんな感じで自分でこうまとめられてたってことですよね。そうですね、こうやってこう自分でこう図とか書いてすごいですよね、本当に色分けとかもして、ちょっと絵にしない売れると思うんですけど、ね、売れると売れると思うんですけどね。あ、いろいろ自分なりにこうやっぱりこう視覚化した方がイメージが持ちやすい。そうですね、で自分で書くと書くとこう自分で理解しないと書けないですもんね、はい、やっぱり図にするって自分がこう理解できてないと書けないと思うので、だからこう書きながら、まあ、理解しながらって感じですかね。ちょっと変な絵が出ました。あ、でもすごいいいですね。この子使って、まあ、やっぱり単なる丸暗記じゃなくてこう理解をこう意識しながら勉強していったって感じですかね。わかります、ありがとうございます。あの暗記ですが、まあ、どんなこうペースでやっていきましたかね。あ、そうですね、最初は、うん、あの1回覚えたところを2日後にもう一度やるように、うんうん、チェックのタイミングが2日後、はい、チェックのタイミング2日後、うん、1週間後にしてしまうともう、うん、すっかり忘れている自分に気づいたので、はい、最初は2日後、うん、でまあ、その2日やった、うん、また5日後とかにもう一回やって、忘れそうなギリギリタイミングギリギリ、はいはい、っていうので、まあ、ある程度積み上げてからは、うん、あの河原先生がいつもおっしゃってた、うん、1週間で、まあ、そうね、1週間10日ぐらいターンって感じですね、はいはい、ミルフィーユ方式をぐるぐる重ねていくって感じですかね、はい、重ねていくっていうような頻度で、あ、なるほどなるほど、あ、いいですね。やっぱそう暗記って暗記するよりも忘れないようにこうチェックするのをどうするかっていうのがポイント、そうですね、その、まあ、それ人それぞれやっぱりもちろんお仕事のお忙しさも含めて、うん、やっぱりチェックするタイミング自分で判断しなきゃいけないんですね、はい、それがだから初期段階だと2日目で慣れてくると5日目、はい、でさらに回してくると1週間みたいな感じでやったというですね、はい、あ、とてもいいと思います、ありがとうございます、ちなみにこうなかなか言わせるのも難しいんですけど、はい、私の講義一応役立ちましたがどうですか。あ、いや、もう本当に役立ちましたいや、あの川原先生の私が一番好きやったのはあのこう唐突に繰り出される語呂合わせが大好きで、そうですね、一応語呂合わせ頑張って作ってあのちょっと若干恥ずかしい感じで言うんですよ僕あんまりこうなんかどうしようもないくだらない語呂合わせなので、ね、なんかこうクソ真面目な顔なんですけど、じゃあ恥ずかしげに言うんですけど、はい、もうあの語呂合わせの瞬間もすごいあのなんかもう事前に書いてこられたりしていて、はいはいはい、気合が入ってらっしゃるなというのでしっかり私も若干恥ずかしいですポーズして止めて書き写して、そうですね、はいはい、とても覚えやすかったですし、 ありがとうございます、はい、そうですね、あの一応こう頑張ってちょっとなるべく覚えやすい語呂合わせを自分でこう作ってまあそう言っていただけるとなんかこうくだらねだろう作ったこう甲斐があるなっていう、本当に役立ちました、ね、いや、ありがとうございます、はい、あとそうですね、じゃあ講義とか当連、まあ、教材とかで、なんか特に役立ったものとかってありますかね。一番
だったの、科目ごとにいろいろありますが、うんうん、民法の場合は効果系ですね。あ、まあ、そうですね、他コースさんでもなんか手に入れるぐらいな感じで、あ、ですね、まあそうですね、はい、はい、で経済学会計学については、うん、効果系はもうちょっと私も時間がなくて、うん、ほとんどできなかったですので、うん、あの当連と総ざらい講座をきっちり、はい、まあ、アウトプットしっかり回すって感じですね、はい、回して同じで問題でできたらもう絶対に答えられるようにっていうのをやりました、うん、はい、鑑定理論はあの、うん、あの先ほどのテキストですね、うん、あ、なるほど、じゃあ暗記、はい、モバイル派とテキスト派がいるんですけど、じゃあテキスト派だったんですね。私テキスト派でしたね。なるほど、持ち運び大変じゃなかったですか。持ち運び大変でした。あ、でも、まあ、確かに情報集約するって意味だとテキストの方が良かったかもしれないですね、うん、はい、また本当持ってきていただいて、もう本当可愛い感じになってるんですよね、これが本当に使ってる。そう、ちょっとボロボロボロくなっちゃうんですよね。もうこれはレックのせいなんですよ。いろいろ苦戦とかもあって、でもいろいろと多分情報こう、そうですね、いろいろ集約されてるって感じですよね。そうですね、同連とかで、あの、うん、各省のつなぎの文言とか、うん、あのそういうあの使えそうなフレーズなんかを教えていただいた時には、うん、もう全部テキストに、なるほど、もうこれに全部情報を集約するってこと、はい、まあ、確かにもう担当論文通じてこれ一冊もうマスターすれば、まあ、合格できますからね、はい、だからこれに全部情報をこう本当に見事に集約してくれるって感じですよね、はい、本当にこう使い込まれてるのがこう本当に分かるテキストですよね、はい、テキスト喜んでると思います。あの、汚してもらってなんぼだと思うので、すごいテキスト喜んでると思います。ありがとうございます。あとは、そうですね、まあ、論文は特にこうアウトプットが重要なんですけど、はい、答案書く際に自分なりにこう意識したり、工夫したりしたことってありますかね。これはあの森田先生が口を酸っぱくしておっしゃっていた、うん、字をきれいに書く。でもね、若松さんは文字きれいでしたよ。あ、そうですか。多分森田先生にちょっと文字をもう少しきれいにって指摘されたことないですよね。ないです。それは判断基準なんです。なるほど。指摘された時はちょっとね気をつけなきゃいけないんで、それはねもうね、そう、森田先生がまず入り口なんですよ。森田先生で次に、ね、豊川先生で、僕に書かれた場合相当やばいと思った方がいい、はい、こうこれね、これレベルがあるんですけど、森田先生、俺たちちょっと注意しなきゃいけない、ね、されてないってことは多分全然、もう、あの、本当文字覚えてますけど、すごい綺麗ですよね。あ、そうですか、ありがとうございます。あ、でもそれでも確かに読んでもらおうって意識のもと、まあ、できるだけ丁寧に、そうですね、まあ、だから本当にこうしっかり試験に伝えようじゃないけど採点者に伝えようって意識を持って書いたって感じですかね、はい、ありました。あとはその、あのガチャガチャとその思考の過程がこう、うん、黒線とかで引っ張ったりガシガシしてるような、うん、跡が残らないように、うん、まあ、綺麗に見やすくするためということですけど、うん、あの事前にそのアウトラインというか回答の、うん、まあ、論証の大枠みたいなのを、まあ、きちんと固めてから、うん、あの落とし込んでいくように。なるほど、じゃあしっかり答案構成するタイプってことですかね。あ、そうですね。なるほど、ちなみに答案構成って1問あたり何分ぐらい、まあ、科目によって違うと思うんですけど、はい、鑑定理論の場合は10分、うん、10分ぐらい。あ、なるほど、まあまあ使ってる感じですね。まあまあ使ってます。時間切れは特にないタイプでした。時間切れはなかったですね。だからでももうマックス使ってました。あ、まあ集中してガーッと書く感じです、はい、でもそんな風な文字に見えなかったですけどね。全然お綺麗な文字でしたけどね。 ありがとうございます。これ一応添削なんでしょうかね、僕も含めて各校者のできる限りこう丁寧に分かりやすく添削をしてるつもりなんですけど、はい、まあ、受講生さんサイドから見てその辺のこう感想っていかがでしたかね。本当にあの細かい点までよく見てくださってたなというのが印象的です。はい、あ、そうですか、はい、そうですね、まだ一応こう、まあ、古典的な手書きでやってるのでその辺がこう伝わればなって感じなんですけど、はい、あの温かみももちろんありますし、はい、まあ、特に民法は、はい、あの豊岡先生 の、はい、あの横ですごいもうなんかサウスポーなんですけど、こうやってもう添削ずっと真っ赤にしてやって、 今頃くしゃみ大くしゃみするのってすごいもう添削するんですよね。本当にあの細かいところまで見てください、はいはい、くださってて、はい、またあのその叱咤激励のコメントもたくさんいただいたので、はい、もうそれがあの心にグッときました。身を削ってやってますね。ありがとうございます。本当に喜んでると思いますけどね。あと通信だったので、はい、質問はあの教えてチューターという、はいはい、メールでの質問制度を使っていたと思うんですけど、はい、その辺でどう使ってたりしますかね。まあまあ、まあまあ、あの他の方の頻度が分からないんですけど、うん、私の場合はあの講義を聞いて、うん、で討論とかやって、うん、分からないなってなったらもう一度講義を聞いて、うん、それでも分からない場合は質問する、うん、なるほど、っていう形で、うん、大体20回。あ、そうです、多くはないですね、はい、まあどちら少ない回数ぐらいですかね、はい、はい、なるほど。
でも本当にすぐに、まあ、すぐもちろん個人差ありますけど、うん、かなり、まあ、その日のうちにはっていう先生が多かったですし、そうですね、まあ、一応鑑定理論とは専門科目なんで、なるべく休みとか間挟まない限りは一日でこう返すように心がけてたので、うん、そうですね、はい。でまたその質問を作る過程で結構自分の中の頭も整理されたりして、うんうん、はい、あまり多くのラリーにならないように、うん、こちらも先生も気を使って伝えるってことですよね、はい、くださるので、よく通信の場合その直接先生に質問できないデメリットみたいに言われるんですけど、うんうん、確かにチューターってこう入力、まあ、文章を作るの大変なんですけど、結局論文試験なんでこう文章を書く試験なので、うんうん、はい、そこでこう一応鍛えられるというんですかね、うんうんうん、こう質問の意図をしっかりとこう各講師に伝えるためにはしっかりと自分が理解してないとこう伝わらないので、うんうん、はい、まあ、そういう意味でいい訓練になるんじゃないかなとは思うんですけどね、はい、分かりました、ありがとうございます。ではですね、鑑定試験さっき言ったこういう1年10ヶ月ある程度長丁場なんですけど、はいはい、モチベーションの中を維持するためのなんかこう工夫ってそうですね、まあ、ちょっと後半の話にはなりますが、うんうん、まあいいタイミングでその定期中等連、実践等連、定期中等連で公開模試が1回、うん、2回、まあ、オプションですけどファイナル模試、まあ、いろいろある中で、まあ、それをその一つの区切り区切りの目標にして、はい、まあ、それに向かって頑張るっていうこのマイルストーンをいっぱいこう設けて、うんうんうん、モチベーションをなんとか維持するっていうふうにやってました、ね、プチ目標をこう作ってって感じですね。だから、まあ、ある意味こっちのその講座のスケジュールをある程度こう一つ一つこうプチ目標にしてそれをクリアするクリアするで、いつの間にか本試験来てるみたいな感じでやったって感じですかね、はい、ありました。あとなんか確か僕生クラスやれてるのがちょっと東京の水道橋だけなんで、ちょっとこう他のところではちょっと生クラスできないので、ちょ年に4回ぐらいこうガイダンスを生かしていただいてるんですけど、はいはい、1回3回していただきましたよね、はい、京都本校のガイダンスに、はいはい、それがとても大きな励みになったんです、はい、3月の確か春分の日とか、そうですね、はい、中旬ぐらいでしたかね、はいはい、あの頃はちょっともう勉強モチベーションが停滞気味の頃だった、多分一番こう量が増えちゃってる時期なんですね。そうですね、当連とかも、はい、敵中も総ざらいもあるわ、敵中も始まるわみたいな、そういう時期ですね。なんかテキスト溜まり始めてっていう時やったので、はい、そうですね、まあ、行って私の当時の目的は、うん、まあ、この先に何が待ってるのかっていう、その合格した先に、うん、まあ、どういう今すぐにどこっていうことを考えてはいないんですが、うん、まあ、この資格を持ってたらどういうそのキャリアの広がりがあるのかとか、うん、こう自分に頑張る理由を与えるために、うん、もう一度こう鞭打つための何かをこう聞きたかった、ね、聞きたかった。それで、はい、どういう活用方法があるのかとか、うん、どういう資格なのかそもそもっていうこととかを、うん、もう一から教えていただけたので、うん、かなりモチベーションが上がりました。あ、よかったです。もう、はい、生かしても、まあ、こちらももう嬉しいんですよね。なかなかちょっと生クラスできたので、うん、直接通信の方とお顔を合わすことができるような、そういった機会しかない、うん、こう来ていただければちょっとお話できるので、はい、もうすごく覚えてますよ。あ、そうですか。女性お二人の参加者が、ね、はい、そうでした。聞いていただいて、ありがとうございます。あとそれで本当だから生クラスできないお詫びで、私一応本試験会場にも立たせていただいてるんですけど、はい、まあ、東京以外のところに立つようにして、担当も論文も一応大阪試験会で立たせていただいたんですけど、一応気づいてもらえた感じですかね。もうそれは本当に今日申し上げたかった、はい、ということなんですけど、とても大きな気づいてもらえたんですか。はい、気づきました。バカ面でこうやってこうおはようございます、頑張ってくださいってこう言って、はい、特にその、まあ、論文の時は担当の時に、はい、一応そのお見かけしてますし、はい、まあ、3月にっていうのもあったんですけど、はい、担当の時は、はい、ずっともう通信だけで、もうネットの向こうの人、はい、そうです、多くの方がそうですね、初めてお会いすると思うので、はい、でもこっそりその試験受けに行っただけなのに、はい、本人登場っていうすごいテンションが、バカ面で立ってるんですよ。本当にシュッとしてらっしゃるし、いや、これが本人、バカ面こっちかと本人登場と思って、本当にすごい、その日はもう一日ハッピーな気持ちで担当受験できて、まあ、でも、まあ、緊張するじゃないですか、はい、一応なんか僕かなって思ってくださる間は一応緊張からこう逃れてるわけじゃないですか、はい、そういう役割で一応立たせてもらってるのが大変なので、まあ、それだけでも少しやっと多少は役立ったのかなと思うんですけどね。いや、本当にもう役立ち、はい、本当にありがとうございます。いや、もう本当そう言っていただけると行くかいか本当になってこう、はい、まさか大阪にっていう、いや、全然普通に言いますけど、はい、毎年行かせていただいてるんですよ、ね、ありがとうございます。いや、そう言っていただけると本当これからもこう行くかいがあるなって思って、ね、はい、ありがとうございます。
じゃあ実際自分でも勉強してこう試験受かられて、じゃあこの試験こう受かりやすい人、まあ、逆に受かりにくい人ってどういうタイプの人だと思いますか、ね、難しいですが、うん、まあ、試験受かりやすい人は、うん、っていうとその、まあ、手元にある教材、別にレックでも、うん、どこのあれでも、うん、独学でも何でもいいと思うんですけど、うん、そのこれが大事っていう教材を、うん、まあ、完成させられる人が、うん、まあ、受かりやすくて、うん、まあ、いろいろこう、まあ、ちょっと目移りしていろいろ手を出して、うん、こうそれぞれが中途半端なままで、うん、ふわっとこう浅い知識でも広いけどっていうふうになっちゃうと、うん、分かりにくくなるのかなというのは、うん、まあ、感触として私の感想ですけども、そうなんですよね、おっしゃる通り、あのなんかこう受からなかったりできなかったりするとついついなんか他の教材 手に出したりとか、うん、広げちゃう方にやっちゃう人がいるんですけど、そうじゃないですよ、多分できない時ほど絞って、うん、こう繰り返す方に意識するというか、うん、本当に実はやっぱ基礎ができてないから分からなかったりするので、うん、よりこう同じ繰り返す基礎を固めるというか、まあ、とにかく絞り込むのが大事って感じですかね。そうですね、はい、分かりました、はい、じゃあ今年あの8月の論文試験、受けられた時の受け終わった後の手応えってどうでしたかね。手応えはですね、うん、あの終わった直後は、うん、まあまあ手動かせた方ちゃうかな、うん、あのまあ、両隣にももちろん受験生は行ってましたし、うんうん、あのちょっと手が止まってたりするのをこうなんかこう視界の上ですね、その感じられながら自分で書いたんですごい、へあちょっとこう勉強してはらんかへんかったなこのトピックとかこう、まあ、いろんな科目がある中でなるほど、そういう雰囲気も感じながら感じてたので自分はもう書けたんですね、自分は、うん、本物ですもん、先生言ってやってたやつそのままや、うん、こう書けのやつそのままやみたいな感じで、うん、私は結構動かせたと、うん、その時思ってたのですが、うん、まあ、その後そのまああの予備校2つから回答速報が出て、でまあそれを見て、あこの論点書けてない、あれも書けてないっていうのがこうまあたくさん見つかったので、あのその見てからは本当に本当にちょっとゴブゴブやなという気持ちで、あれですね、自己チェックが厳しい、多分あのできる人ほど自分のできないところに目がいっちゃうんです、ね、あそうそう、みんなこうやっぱこれができませんであれができませんで気にしたんですけど、まあ多分全然問題ない感じで、いや、まあ、多分もう十分な点数だったと思うんですけど ね。ちなみに今年のカンペ理論の論文4問ってこう解けましたか、どうですかね。あの中例えば第1問、あの3章の個別責任の問題とかはもう、うんうんうん、解きながら、うん、ファイナルもしそのまま、あそうですよく絡めたの出しましたからね、はいはい、2週間3週間ぐらい前に、うん、おっしゃってたのがそのままやって、うん、もう神的中、うん、神的じゃないですか、はい、典型ノートだよね、まあ、ただその直前に書いてたというのは安心材料になりますよね、はい、なんかそれだけでもかなりこう、ね、心落ち着いて書けるので落ち着きましたね、まあ、かなりプラスになるかなと思うんですけどね、はい、あとあの6章とか、うん、もうあの手薄になってた近隣地域の、まあ、地域分析の有事項ですね、はい、あの話とか手薄になっている人も多分多い分野だったかなと思うんですけど、うん、それは大事大事って口をスパックしておっしゃってたので、うん、はい、そんなんとかもまあまあ書けたかな、うん、なるほど、はい、まあ、ただあのちょっと論点漏れてたものを、うん、あの各論一章の土壌汚染が、うん、損する場合のっていうのがちょっとちゃんと論点を拾えてなかった、あまあ留意事項の方ですよね、留意事項のやつで、まあ、多分ねやっぱ厳しいので多分全然普通に書けてると思いますけどね、いや、はい、はい、ちょっともう本当に外してしまったなというので、うん、その時はあのすごい鑑定理論の出来は、うん、あの合格点は結局取れてたんだとは思うものの、うん、ちょっとあの心残りの残る感じではありました。演習どうでしたか。演習は、うん、まあ、演習は花から最後まで解かれへんやろうと思って、ああ、まあ、そういう割り切りがあったんで、割り切りがでもそんなことない、演習得意だったと思うんですけどね、まあまあ、 あの、うん、得意ではあったんですけど、うん、まあ、初見やし、うん、まあ、どうせ最後まで行かれへんやろ、そういう心持ちでいたと思うんですね、心持ちで、はい、はいはいはい、で結局9割ぐらいまでは解けた、あ全然進められてる方だと思いますけどね、あとなんかそのひねりのあった、うん、なんか最初の方の評点の問題、あれもあの後でその回答速報を確認したらいけてたので、うん、あ落ち着いて処理できたんですね、だから、うん、あの最後まで解き切ろうって焦らなかったのが良かったのかもしれないな、あなるほど、やっぱ心持ち大事です、もし焦ったもん負け的な感じありますからね、はい、初めからそういうの持ってたのが良かったかもしれないですね、わかりました。さっきのあのうちのファイナル理論はまあ神的中法じゃないんですでも他の教養科目 その当連だったりも的中度ってどうでしたかね。あのかなり、まあ、会計学なんかはもう資産除去債もそのままでしたし、さすが高坂先生って感じですか、ね、はいあの試験始まる前にちょっとうっすら見えますよね、問題裏からちょっと見えますよね、出た出たと、はい、出た出た
そう、棚卸さんは、まあはい、まあまあみんな、まあそうですね、それはもうしょうがないです、はい、そうですね、はい、っていう感じで、うん、まあ、経済学は、うん、あの経済学で、まあ、あの1年を通して、うん、あのおっしゃってた、なんかちょっとした雑談的なことが役立ったりするんですよね。そうですね、その辺がうちのこういう経済学のいいところですよね、うんうんうん、はい、だからそんなにあの、まあ、あのめちゃめちゃ書けないってことはまあなくて、あ、そうですか、今年、はい、経済学難しかったんですよね、まあ、難しかったので、うん、ちょっとミクロとかはあまり良くなかったかもしれないんですが、うん、まあ、あのマクロとかは結構先生が、うん、森田先生があの基礎中の基礎やみたいな感じでおっしゃってた、うん、強めでしたね、のが出たので、うん、まあ、そこは取りこぼさずにいけたのかな、うん、なるほど、民法は、うん、無効家計の問題がそのまま出たのが、うん、第一問でしたので、うんうん、あの夫婦日常家事債務の問題とか、うん、もうこうかけそのままやなって、うん、まあ、第2問は多分点差がつかないような問題やったので、うん、まあまあまあレック様様やなと思いながら、あれですね、ちょっと落ち着いてますよね。ここはもうみんな多分無理だろうとか、変に慌てずにかけるとかちゃんと書いて、練習も別に最後に行けなくてもいいやみたいな、はい、そういうのがちょっとこう冷静にさせるような心持ちを常に持ってるみたいな、あ、 そうですね、そういう感じで3日間過ごされた感じですね。そうですね、それ、はい、とてもやっぱり素晴らしいですよね、うん、ありました。一応レックではあの基礎を重視した講座だったり、テキスト等々で、まあ、できる限りこう負担少なく合格させることを、まあ、目的とするんですけど、はい、まあ、このレックの方針って実際こう受験されてみて、まあ、どうでしたかね。すごくその合致してるなとか、その試験傾向にマッチした教材作りをされてるんやなとすごい思ってたところがあって、うん、っていうのはその例えば今年であれば、うん、鑑定理論の一番最後の問題で、うん、やはり見回り法等々の問題ですね。あ、そうですね、はい、少しそのなんていうんですか、あ、当てはめじゃないですけど、うん、基準をそのままというよりは、うん、まあ、少し活用して、うん、じゃ具体的なこういう状況のもとで、はい、具体的なその、はい、地域要因は何でしょうかみたいな、うん、そういうのあったと思うんですけど、うん、まあ、ああいうのとかもその少し変化球であるものの、うん、基礎力を鍛えていれば対応できる問題なので、うんうんうん、まあ、その実務を問う試験でもないですし、うん、その基礎の知識があったらきちんと対応できるような試験構成にもなってるなというのは受けても感じたので、うん、まあ、非常に教材作りも試験傾向に合ってるんじゃないかなというのは思いました、うんうん、まあ、そうおっしゃっていただくとこうこちらとしてもそれがこうさらにこう自信になって自信を持ってまた翌年度にこうつながれるので、まあ、ありがたい、はい、ありがとうございます。じゃあズバリ今年2023年の論文こう合格できたこう決め手みたいなものって自分なりに何だと思いますかね。決め手はですね、うん、まあいろいろありますが、うん、まあ、絶対今年の8月に絶対合格するという、もう自分のその、うん、ね、将来像を固く想像して、うんうん、でもそこから逆算して、うん、計画を立てていったというのが一番大きいんじゃないかなと、うんうん、ゴールを決めて常に意識して逆算して、はい、スケジュールしっかり立ててやったんですかね、はい、確かに鑑定試験でこうスケジュール管理能力みたいなのが求められているので、そうですね、まあ、その辺をかなり意識してやられたって感じですかね。そうですね、分かりました。じゃあ、これからのこう抱負みたいなものってありますかね。はい、まあ、ここまでいろいろ頑張って合格した試験なので、うん、まあ、いつかはその次に進むというか実務に携わるということもしてみたいですか、うん、今別業種で仕事をしているので、うんうん、でそれは当面継続するつもりで、すぐに実務修士はいかない感じですかね。実務修士は今年やるんですけど、あ、じゃあ仕事しながらしながらっていう形で、それが終わってすぐになるかどうかっていうのはまた次の段階の話で、うん、まあ、今の仕事も面白いのでそれやりつつ、うん、まあ、その先にその実務修士を終えて、うん、まあ、今の仕事とその今後の不動産鑑定士の資格とこう掛け合わせてどういうキャリアが開けるかっていうのをこう自分で道を開いていきたいなと思っています。いいですね、資格っていえばこう選択肢が増やせるので、うん、まあ、自分のこう人生にどういうふうにここが活用しているかと、つどつど選択肢増えるとやりやすくなってくるので、うん、そういうふうに役立てるっていう感じですかね、はい、分かりました。じゃあ最後になるんですけど、このご覧になってるこれから受ける方、始めようという方いると思うんですけど、そういった方からメッセージいただけますでしょうか。はい、そうですね、まあ、いろいろ今先生にお導きいただいてたくさんお話ししたものの、うん、まあ、あくまで私の体験談になるので、うんうん、まあ、その
例えば私の場合レックでやってきていますが、うん、そのとにかくレックに与えられた教材を忠実にやってたっていう、うん、まあ、趣旨のことを申し上げたものの、うん、まあ、それをこうどうやって やり抜くかっていう、うん、まあ、そのどんな教材であってもそれをどうやってやり抜くかっていうことが多分一番大事なんだなっていうのが私があの実感したことなので、うん、で、まあ、その結構今おっしゃったように長期的なそのスケジュール管理能力が問われるような試験になるので、うん、まあ、その長期戦になるんですけど、きちんと計画立ててやっていけば、うん、努力が報われる試験なんだなっていうのは、うん、これもいろんな合格者の方がおっしゃってたことですけど、うん、それはあの私も実感したところなので、うん、あの目標年度に合格してる自分をぜひ想像して、うん、あの合格をかつかみ取っていただきたいなと、いいですね、はい、次はこう対談する立場になるんだってことですよね。そうですね。それが逆に今度こちらに来るってことですよね。そうですね。あの本当にあのレクとしてはこう受かるための教材こう講座をこう提供するんですけど、うん、最後はもう正直言うとご自身で主体的にやっていただかないとやっぱり受からないので、うんうんうん、こう完全なる受け身だけだと無理なんですよね、うんうん、最後はその与えられたことを時には例えば言われた勉強法もちょっと自分に合わないなと思ったならば補修正加えるとか、うんうん、そういったある程度こう主体性みたいなものが最後の最後はちょっと必要なのかなって気がするので、うんうん、その辺をこう含めてやっていただいたわ、ね、はい、かりました。ありがとうございます、はい、あ本当にいろいろと多分すごいためになったことね、あの喋っていただくもので本当にありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます、はい、では以上をしまして合格者対談を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。